新潟県魚沼市にある公共図書館の総称。魚沼市立小竹教図書館、魚沼市立広上図書館の2館の図書館と、堀之内公民館図書室、諏門公民館図書室、入広瀬公民館図書室の3館の公民館図書室からなる。2004年11月1日には、北魚沼郡堀之内町、小出町、湯の谷村、広上村、諏門村、 入広瀬村が合併して、魚沼市が誕生し、魚沼市立図書館は2館の公立図書館と、3館の公民館図書館で構成されることとなった。同日、魚沼市民図書館建設基本計画策定委員会を設置し、魚沼市民図書館を建設する計画を、図書館建設準備室が建設を検討していた。魚沼市民図書館建設基本計画策定委員会は、 2005年3月18日より20回にわたり会議を開き、新種としてふさわしい図書館の基本計画について答申を出した。この答申は2003年12月に北魚沼郡六課町村図書館整備検討委員会が出した答申を踏まえ、魚沼市発足と図書館建設の意義、中央図書館建設の必要性、建設にあたって目指す理念と期待、 複合館としての中央館についてと指定管理者制度について協議を進めた。2016年度の魚沼市公共施設再編整備計画第1期においても中央図書館を整備し情報拠点として生涯学習を推進させることを検討している。学習の場、交流の場としての機能や文化的な生活をする機能が図書館にはあり、 文献蔵書管理のコストを抑制しながら維持管理をすることとした。小出町立図書館時代小出町に公共図書館を作りたいという町長の意向があり、小出教福祉センター内にあった小出町民公民館図書室から蔵書を引き継ぎ、日本道路公団小出工事事務所旨の払い下げを受けて小出町立図書館として北欧沼郡小出町を大技。 小出島728-2に開館した。いつでも、誰でも、気軽に利用できる、図書館をモットーにし、原則無休、閉館時間は平日は20時まで、小出町以外の人でも利用を認めること、などを特徴としていたが、1995年度からは、社会情勢の変化や、管理経費の合理化、夜間の利用者数を鑑み、毎週月曜が休館日、 夜間は19時までと変更になった。1995年時点の貸出し登録者数は1800人であった。魚沼市立小宿教図書館、時代2004年に小出町が合併により、魚沼市となると、小出町立図書館は、魚沼市立小出図書館に改称した。2010年には移転に向けた準備のために3ヶ月を休館とし、6月30日に、 魚沼市本町二丁目後の空き店舗を借用し移転した。小出教図書館の利用は下記の通りである。1990年10月に建設されたコミュニティセンターの2階に図書館を併設して、1991年4月1日に広上村図書館が開館した。開館時は3万冊でスタートし、1995年時点では、 約3万8000冊となっていた。開館と同時に、コンピューター貸し出しができた。2004年11月1日、合併により、魚沼市立広上図書館と改称した。広上コミュニティセンター、広上図書館の利用は、下記の通りである。堀之の内公民館図書室は、新潟県魚沼市堀之の内130堀之の内公民館2階にあり、下記のコーナーが存在する。 堀之内公民館と書室の利用は、下記の通りである。諏門公民館と書室は、新潟県魚沼市須原520にあり、下記のコーナーが存在する。諏門公民館と書室の利用は、下記の通りである。入広瀬公民館と書室は、新潟県魚沼市穴沢215-1にあり、下記のコーナーが存在する。入広瀬公民館と書室の利用は、下記の通りである。 ありがとうございます。